和ずとは、日本に古くから、主に口伝で受け継がれてきた伝統的な技術の分野である。手妻、品玉と呼ばれることもある。和ずに対して、西洋の技術のスタイルを洋ずまということがある。語源は、手を稲妻のように素早く動かすからである。現代になって生み出された日本技術は創作和ず現代和ずなどと言われることがある。手妻とは、 古来朝鮮語で妻娘が演じる小手先の芸である。中世中国芸能史によると芸能一座の演目名に記録がある1997年5月24日に和妻は文化庁長官により記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択された。日本最古の記述書は1715年に刊行された新鮮技術である。これには 氷炭が一人でに動く術、作り物の魚に水中を泳がせる術などが紹介されている。他には1725年の陳術産毛袋、1727年の俗産毛袋、1729年の和国だはフレクサなどがある。これらは身近なものを使った記述を紹介している。 大規模な術を紹介しているものとしては1733年の東土肘会や1784年の戦術飛まち種などが挙げられる。江戸中期になると主練技を解説した専門書も書かれるようになる。1764年の放火戦や1779年の天狗通などである。ありがとうございます。